これは視聴者様からいただいた実話だ。これから私と呼ばせていただくことにする。これは私がある保育園でアルバイトをした時の話だ。私は面接の時に、私が体調崩しやすい体質なので週に2回とか結構少なめで入りたいと思ってるんですけれども、というと大丈夫ですよ、それで行きましょうか、よろしくお願いします、と主任に言われ、了承をいただいた上で働くことになった。配属されたクラスの先生方、私を抜いて3名で、20代の私以外は全員50歳以上の方だ。私は化粧はあまり得意ではないため、基本スタイルすっぴんに見えない程度のメイクスタイルで初日挨拶を迎えた。まず明らかに偉そうにしている人から先に挨拶しようということで、一番おつぼねを発症されている陣内さんに挨拶をした。はじめまして、笹川と申します。よろしくお願いします。はぁ、思ってたより若い先生が来たわね。お化粧しなくても職場に来れるって若いって、いいわね。と言われた。いや、まず、闇じゃなくて、なおなのれ、なお。ということで、これから、おつぼね BBA と呼ばせていただくことにする。そして、面接を担当してくれた主任にも挨拶をし、最後に明らかに鬱陶しそうな BBA に挨拶をすると、小さい声で、若いからって、調子に乗らない方がいいわよ。陣内さん、と明らかに声色を変え私に言ってきた。初っ端からそういう感じで理解できませんが、理解いたしました。そしてこの職場のやつらはなぜ名を名乗らない、調べろとでも、ということで、さっきの BBA は小 BBA と呼ばせていただくことにする。初日に一番まともな BBA の主任に大体のお仕事を教わった。基本は子供と遊ぶことと言われていたが、笹川さんごめんなんだけど、雑用は若いから全部やってほしいんだ。ごめんね、よろしく。と主任に言われ、子供たちと遊ぶことなく、一日中ずっと雑用をやっていた。しかし、おつぼね BBA のタイミングで雑業をやらないと、今は早いわよ、この仕事。と言われたり、タイミングを見計らい雑用をやっていないと、まだやってないの？あ、もうやるからあっち行ってて。と言われるのだ。ただ、いつもつけたいだけじゃん。私は思うのだ。しかも皆様聞いていただきたいのだが、序盤に面接で少なめに入ることを了承を得たということを申し上げたのは覚えているだろうか。了承を得て採用されたのにもかかわらず、おつぼね PBA が、若いんだから私たちより長く働きなさいよねえ、という一言で他の人より長くシフトを入れられるようになったのだ。そんな地獄の日々の中、体調不良でも無理して頑張った後、数ヶ月後には雑用の仕事にも BBA たちとのダワムラにも慣れ、大体のものをこなせるようになり、子供たちとも遊べる時間が増えてきた。そんなある日、大好きな先生にお手紙を書こうというイベントが私の担当しているクラスで行われた。みんな注目、どの先生にお手紙書きたいかな、みんなで言ってね。せーの、笹川先生。と大半の子供たちが私の名前を呼んでくれた。私は数ヶ月間地獄の日々だったけど、頑張ってよかったなと心からそう思った。しかしその瞬間、右半身が凍りつくような感覚に陥った。恐る恐る右を見ると、おつぼね BBA が私のことをアシュラのような顔で睨んでいるのだ。そして私の顔を見ながら、よくわかりましたと言った。今まで生きてきてこんなにも恐ろしい。よーくわかりました。わ、聞いたことがなかった。私は右半身が石にされたんじゃないかと思うぐらい恐怖でカッチカチに固まってしまった。カッチカチになりながらも、その日はハッピーサマーエンジェル早上がりの日だった。一刻も早く地獄から抜け出したいため、主任に了解をもらい、タイムカードを光の速さで押した。その直後、おつぼね BBA が、笹川さん、ちょっといい？と私のことを呼んだ。私は先ほどのアシュラのような顔がトラウマになっていたので、目は見ず鼻を見るようにした。笹川さん、ここの物置整理してくれる？あ、すいません、もうタイムカード押しちゃったので明日でも大丈夫ですか？あら、そう、いいわよ。と言われたため、その日はハッピーサマーエンジェル早上がりをした。そして次の日の朝一番に、おつぼね BBA に言われていた物置を整理しに行くと、綺麗に整頓されていた。あれ、誰かやってくれたのかなと思い、おつぼね BBA のとこに向かうと、隣にいた小 BBA が、陣内さんが全部やってくれたのよ、あんたがやらないから。私の心の中でゴングが静かになった。あ、昨日明日やりますって言った際に、いいよって言われたので、私は昨日帰ったんです。今日やろうと思ってました。1時間で終わる仕事をタイムカードをしたからってやらない理由は何？甘えてるのかしら。いや、甘えてませんけど、陣内さんが昨日、そもそも私はあの時の発言も気に食わなかったのよ。私は我慢して何も言わなかったけど、できればそういうことはその時言ってほしいです。数ヶ月前のこと言われても私覚えてませんので
今まで可愛がってきてあげたのに、何その言い方。あなたからそんな言葉が出てくるなんて思ってもなかったわ。若いからって調子に乗らない方がいいわよって私言ったわよね。そもそも私たちが若かった頃は先輩より先に上がれなかったわよね。そうです、最後まで働いてましたよね。ほんと最近の若い子って何なのかしら、ゆとり世代っていうやつかしら。まあうるせー。あんな聞けよババアども、お前らと生きてる時代が違えんだよ。いつまでもいつまでも自分たちの時代の話を引っ張って生きてんじゃねえ。自分たちがそうだったからといってそれを2020年令和に生きてる私に落ち着けんなと、私の心の中もヒートアップして生きている中、主任は何してんだと見ると静かにうなずいて聞いてるだけだった。何静かに境界してんだよこの BBA と思っていると静かに口を開いた。鈴川さん、今日はもう帰ろっかと言われ、私は謎に帰ることになった。私はこの数ヶ月間うるさいババアどもを黙らせるには自分がこの仕事に慣れて頑張るしかないと思い必死に頑張ってきた。なんであんなに言われなきゃいけないのか。私は家に帰ってから悶々としてきて、気づけば高熱を出していた。朝起きても高熱だったため主任に電話すると、休まれると困るんだけど、私たちが若い頃は熱ぐらいで休めなかったのよ。笹川さん休むんですか。妊娠してた時も出産の時以外は休まなかったですよね。まあいいわ、鈴川さんどうぞ休んでください。ブチブーブーブードカーン。テレーリーパンパーテレーリー。私たちが若い頃若い子うるせんだよ。それしか日本語知らないのかってレベルでそれしか言わねえじゃねえか。若い子何年前だ。今2020年だぞ。時代はな、変わっていくんだよ。もっともっと生きやすい時代になっていくべきなんだよ。頭の固い BBA どもが足引っ張っちゃねえよ。でも今言っておくから、待ってるババアどもと死にそうになりながら仕事場へ行き、勢いよく私はドアを開けた。どうしても若い私が気に入らないようなので、今日をもってこちら辞めさせていただきます。いつまでも昔の考え方にとらわれてるから子供たちに好かれないんだと思いますよ。人のことピー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 言う前にもっと自分のこと見つめ直したらどうですか。それでは失礼いたしますと言い、勢いよくドアを上げ、そして勢いよく辞めていった。時代は過ぎていき変わっていく。どうしても自分たちが全盛期だった頃を思い出し懐かしみ、大切にしたいのはわかる。だがいつまでも過去にとらわれていたら前に進めないの。時間は今一刻一刻と過ぎている。その限られた時間の中でいろんなことがあり、そしていろんな変化がある。その変化に柔軟に対応できるよう心を軽く、頭を軽くしていかなければならないのだ。いつまでも昭和にいろよ BBA ども。私はレイヤーをしっかり自分の足で歩いていくぜ。ご視聴ありがとうございました。実話提供してくださる方はインスタグラムかツイッターに DM をお待ちしております。チャンネル登録よ、登録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 、おいやいやいや、チャンネル登録お願いします。チャンネル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 登録お願いします。お願いします。